はい、こんにちは。焼き豚が中途半端に残っていたんで、チャーハン作ります。まずはごま油を、温め始めます。あ、パック互換は、業数で買ってます。先日のいただいた、鎌倉ハム、はい、こちらのチャーシューを、ナイフがない、なんで、あれ、ナイフがない、なんで、今こっち、適当に切ります。あ、ナイフ見つけた。まあいいや。もう一つ大切なこと忘れてた。一番にすることですよね、これ本当は。はい、最近教わったんですけれども、卵割るときは、まあ、平らなところで、こう角でやると殻が細かくひび割れちゃうんで、平らなとこで割って、こう上向きに開くんですって。そうすると殻が入りにくいよって最近教わりました。へえ、確かに。言うてたらちっちゃい殻が1個入っちゃった。それでは、まあ、ものの本によると、あの、マヨネーズ入れたりするんですけれども、もうこの段階で、あと塩コショウはちょっときつめに入れてます。はい、チューブのニンニクドバー。もうニンニクは、あの、ガーリックチップがあればガーリックチップでいいし、何でもいいです。何らかの形でニンニクは入れたいなと思ってます。で、本当はな、冷や飯でやったりとか聞くんですけれども、もうレンチンご飯で、いっぺん温めてから入れて、映ってる？ザザーっと混ぜます。まあ、こんなもんかな。はい、ザザーっと混ぜます。しっかりもうごま油の香りは立ってきているんで、今撮影こんな感じ。
さすがに一旦止めましょうか。はい、こんなひっくり返したりとかそんなのしてないです。もうじわ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 で、味付けと思わんと、香り付けと思って少しだけ お醤油垂らします。はい、これで完成です。もうね、さっき卵を混ぜた丼を使ってます。三脚があるからね、だから不器用なんですよ。この目の前に三脚があるから。で、最後にどうしてもこれだけは最後に、鮮魚コーナーで、お魚買った人はご自由にお取りくださいの生姜です。ネギでも何でもいいんで、何らかの形で、あった、ほら失敗した。何らかの形で薬味は欲しいです。はい、ではいただきます。チャーハンとか焼き飯とかそういう細かい定義はもういいです。まあ、ニンニクを何らかの形で入れることだけ。あと、お醤油を入れすぎない。ああ。はい、ではでは、こんなに簡単、チャーハンでした。